皆さんどうもこんにちは、レザーワークス一点です。先日うちが今使用している、ボンドノーテープの9820ですね、こちらがとてもいいですよ、おすすめですよっていう動画を撮ったんですけども、あの YouTube の動画の方にもたくさんのコメントをいただいたりとか、それからあの他の SNS、Twitter だったりとか Instagram の方に、そちらにもコメントいただいたりとかメッセージいただいたりとかね、それからメールも何件かいただいて、改めてとても皆さんこのボンドの選択に悩んでいたりとか、今の使っているボンドにこの接着効果に対してね満足していない方がね多いのかなっていう実感がありました。で今日はその動画の中でもあの後半にお知らせしたんですけども、あのプライマー処理ですね、接着不良を起こしやすい、貼り合わせる素材の場合、いろんなプライマーを使ったりとかして、処理をしてから接着剤を塗ったりするんですけども、今日はそのいくつかあるプライマーの中から、同じノーテープの P51 っていう、オイルレザーなど油分の多い革に、貼り合わせるときに、下処理としてプライマー処理を行うこの P51 の、実践解説というか比較の動画を撮っていきたいと思います。詳しく言うと、まず一番うちが在庫で持っている革の中から一番油分の多い革を、ボンド塗って貼り合わせる、プライマー処理せずに貼り合わせるものとプライマー処理をしたものを貼り合わせる動画、それから今ここにもうあらかじめ接着して用意しておいたサンプルがあるんですけども、オイルレザーの床面同士の貼り合わせ、これは貼った直後の、実践ではなくて、貼ってしばらく経ったものですね。貼った直後が良くても、貼り合わせた後にですね、縫い合わせて小場処理した後、接着不良を起こしてエッジの部分がねこうパカッとひび割れというか革の層がね割れてしまうことがありますよね。出来上がった直後は小刃処理で綺麗に仕上げてあっても何ヶ月何年使った後に、小刃面がパカッと割れてしまうことがありますので、完全に乾いた後の接着効果の比較ですね。そのために、まずオイルレザーの床面の、プライマーなしとプライマーあり、それから、オイルレザーの銀面の、プライマーなしとプライマーあり、それからあとは、オイルレザーではなくてヌメ革ですね、まあ、これも油分含んでますけども、ヌメ革の、銀面の、プライマーありとプライマーなしですね。これらの、完全に乾いてあるものの比較も撮影していきたいと思います。で、その前に 前回のこの9820をご紹介した動画のコメントだったりとか、いただいたメールを見ているとですね、やはり多かった意見が、あの普通の、小売店さん、レザークラフトの小売店さんに売っているボンド以外のものでの選択肢がなかったっていう方がとても多かったかなという実感があります。レザークラフトの材料屋さんに、強心 L さんだったりとかクラフト社から出ているボンド、それからホームセンターとかに売っているボンドですね、そういったもの以外にどういうボンドが売ってるかちょっと私は把握してないんですけども、あのこういうボンドを知らなかったっていうあのクリエイターさんの意見がね多かったんですね。で、実際にご紹介した後に使ってみます、使ってみましたっていう、ご連絡をいただいて、その多くがですね、あの今まで使っていたものよりも接着効果が高い、それから作業性がいい、まあ、塗りやすいってことですねっていう意見が多かったので、今日は、その中からメールいただいた方に、ちょっと確認して、動画の中でもご紹介させてもらっていいですよっていうことだったので、まずこの方の、感想をですね、ちょっとご紹介したいと思います。ではまず、いただいたメールの中からこのノーテープについてお話ししている部分、そこの部分だけをまず、読んでいきたいと思います。早速ノーテープを購入して使ってみました。まず使用感ですが、今まででダントツに使いやすいです。伸びがとても良いのでムラなく塗ることができました。接着力も強力で申し分ないです。私的には匂いもそれほど気になりません。今まで使っていたレザークラフト用のボンドと比較しますと、
塗る作業時間は倍近く短縮される感じがしますし、剥がれないので、手直しにかかる、手直しに時間を取られないで済みます。とにかくボンド層が薄く仕上がるので小場面への影響も少なくて済みます。今までは何だったんだろうと思うくらい劇的に作業効率と仕上がり感がアップしました。大変満足しています。ありがとうございます。このメールに対して、その後に、他のことでちょっと、お話ししたことがあったので、そこの部分の、また返信をいただいたときにですね、今までどんなボンドを使ってたんですかということをお伺いしたんですね。それに対して、まず私のボンド評価についてここは関係ないですね。今まで使用していたボンドはすべてレザークラフト店から購入したもので、ゴムのり系ではダイヤボンド G17 ボンド G1717 ボンド、3ダイン等々を試しました。それと白系ボンド ではサイビノール、いずれも塗りにくく剥がれやすいのでどうしてもボンド層が厚くボテッとなっておりましたということですね。この方の感想で、私が動画の中でも言った匂いがきついっていうことをお伝えしたんですけども、これは今までどんなボンドを使っていたかとか、何を重視するかっていうのによっても、それが重要度合いが変わってくるかなっていうところだと思うんですね。エバーグリップに比べたら多少匂いはきついっていう、私の感想だったんですけども、これは今まで何を使っていたかによっても異なると思います。この方のようにですね、実際に購入してみて使ってみましたっていう感想の、ご連絡をいただいた方が何人かいるんですけども、皆さん言うことがとにかく、塗りやすい、柔らかくて塗りやすいっていうことを言うのと、あと接着効果が今までのボンドよりも、圧倒的に高いっていうことはおっしゃっています。それもね、単純にボンドの性能だけではなくて塗り方の問題だったりとか貼り合わせるタイミングの問題だったりとか、そういったトータル的な、違いもあると思いますけども、実際に私が作業やってるところをお見せして塗ってる量だったりとか貼り合わせるタイミング圧着の仕方だったりとかね、そういうものもお見せしていますので、それと同じようにやった時に、今までの使っているボンドと比べてどれだけ強くなったかとか使いやすいかっていう、判断をしているんだと思いますけども、皆さんそのように、強くなった、塗りやすくなったっていうご意見をいただいていますので、ゴムのり系のボンドを使っている方で、今使っているボンドに満足していないっていう方がいらっしゃったら、このノーテープの9820っていうのは個人的にはとてもおすすめできるボンドかなと思います。それでは実際作業場の方に移動して、この P51 オイルレザー用のプライマー処理を行う実践解説と、それから時間が経ったこちらの、強度の比較の方も撮影していきたいと思います。はい、それでは、この実際にノーテープの、オイルレザー用のプライマーですね、 P51 こちらを実践で試していきたいと思います。で、先ほども、少しお話しした使用するのが、オイルをたっぷりと含んだ革です。本当ね、床面なんかはもうギトギトしているような、すごくオイリーな革ですね。簡単にこのように傷が入ってしまう、だけど擦ればすぐに傷が消えるようなね、とてもオイリーな革です。私の予想としてはもちろんプライマーなしでは、剥がそうと思えば簡単に剥がれてしまうような革だと思います。おそらくプライマー使っても実際にこう貼ったものをねその場で剥がそうとしたことがないので、ちょっとどうなるか私も興味ありますけども、多分ね剥がれると思います。で、このような革なので、バッグとかショルダーストラップとかそういうものにはちょっと使えないような革ですよね。色移りだったりとかそういうことがね起こるリスクがとても高いので、この革を使って実験していきたいと思います。プライマーのこの質感というか、素材感はですね、無色で、とてもトロトロとしたような感じですね。
で、これ結構長期間で使用するとこう全体が白くなって固まってしまいますので、あまり大きなものは買わない方がいいと思います。まあ消耗品というかすぐにダメになってしまうものかなと思います。で、これが今オイルレザーを裁断したもの。まずは、この2セットを使って床面の、この部分的にね、エッジの部分を貼り合わせると仮定してですね、幅1センチ分ぐらいで、貼っていきます。片側はプライマーあり、片側はプライマーなしでいきますね。ではまずこちらプライマーありの方から、このプライマー処理の方をねしていきたいと思います。とてもね、ノーテープのこの9820のボンドよりももっともっと柔らかいですね。かなり浸透力あると思います。見えますかね。まあこんな感じで1センチ分ぐらい塗っていきますね。縫う距離の幅としてはちょっと太めですけどね、まあ、今回はあえて剥がすという実験なので通常よりもちょっと広めでね、貼っていきます。こんな感じですね。ではこれ少し時間を置いてこちらとこちらプライマーなし同時に貼っていきますので一回止めます。はい、それでは、しっかり乾いてボンドが塗れるタイミングになりましたのでこれでね、両方にボンドを塗っていきたいと思います。ノーテープの9820のボンドになります。プライマーの部分にですねこのようにボンドを塗ります。続いてこちらプライマーなしのセットですね。こちらプライマーありの方は、この丸の印がついている方ですね。でこちらプライマーなし、床面の接着になりますので足付けは必要ないですね。こんな感じでとりあえず少しボンドが乾くまで時間を置きますね。続いて先ほど床面に塗ったボンドが乾くまでの間、銀面の貼り合わせですね。この丸の印が書いてある方が、プライマー処理を行った、素材となります。こちらにねプライマー塗っていきます。同じように1センチ幅で。まあ、この素材はとてもオイリーなので貼った直後にしっかりくっついていたとしてもおそらくしっかりコバ処理をしてね完成させても数ヶ月数年経った時には必ずコバ面が、パカッと開いてしまうような素材だと思います。なので例えばお財布とか作る時とかね素材が2枚以上重なる場合、必ずこの銀面の層がね出てきますよね。床面と銀面の貼り合わせもしくは銀面と銀面の貼り合わせそういった箇所が出てくると思いますので床面の接着効果だけではなくこの銀面を重ねた時の接着効果っていうのもとても大事になってきます。床面同士よりも剥がれやすいっていう特徴がありますのでなのでこういった時もですねプライマー処理を行って貼った方がいいと思うんですけどもそれのね実験も兼ねてのこの銀面の貼り合わせになります。それでは、プライマーが乾きましたのでここに、ノーテープ9820を、塗ってですねこれも貼り合わせていきたいと思います。実際どうでしょうかね。私が貼り合わせるときはこういうオイルレザーとかもしくは銀面が重なってくる、貼り合わせなど念のためというか、少しでもリスクを軽くするためにこのプライマー処理を行って作業をやるんですけどもそのやったところをね作品とかをわざわざ作業の途中で剥がしてどうなっているかっていう確認をするわけではありません。なので実際この違いがどれくらい現れるかっていうのはねとても興味深いところなんですけども数値としてその違いが出るわけではありません。私が
貼り合わせたものを手で引っ張って剥がしてみてどう感じるかっていうところなので、何とも言えないところなんですけども、できればね、意味のある作業であってほしいなと思います。じゃあこれもね、乾かして、貼っていきたいと思います。はい、それでは、これ貼っていきますね。まずは床面同士の貼り合わせ、こちらがプライマー加工をした方ですね。あ、プライマー処理ですね。圧着していきます。はい、でこちらはプライマーなしです。はい、そして、こちら銀面側ですね。こっちがプライマーあり、これも貼っていきます。こちらプライマーなしですね。ではこれ今すべて貼ってしまいましたので、まあ、それでもね、貼った直後ちょっと数分間時間を置きましょうか。その間に、以前貼っておいて、何日か経ったものですね、まあ、作った直後じゃなくて、こう時間が置いたものがですね、どれぐらい剥がれやすいか、その比較の、素材も準備してありますので、それをね今ちょっと用意します。はい、それではこちら準備しました。まず一番左がですね、この丸の印がついてあるのが、プライマーありの床面の貼り合わせオイルレーザーですね。でこれ床面のプライマーなし、こちら銀面のプライマーありプライマーなし、それからヌメ側のこれは銀面ですねのプライマーありプライマーなしです。これを今から順番に剥がしていきたいと思うんですけども、どうでしょうかね。とても不安です。簡単に剥がれてしまいそうな気がするんですけども、まあ、このノーテープの9820、今までのエバーグリップよりも、まあ、接着効果は高いっていう実感がありますので、このできればねプライマーなしの状態でも簡単には剥がれない、まあ、最もというかとても剥がれやすい素材なので、まあ、普通のヌメ革とかと比べたら、まあ、剥がれやすいっていうのはあるんですけども、それでも、まあ、あのプライマーなしでもねある程度剥がれにくいっていうのを期待しています。ではいきますね。まずは床面のプライマーなし、半分貼ってありますのでね、いきます。あ、結構簡単に剥がれますね。簡単に剥がれます。こっち側のボンドが、こっちに持っていかれてる感じですね。以前ヌメ革だったっけな、あ、ヌメ革じゃないな、他の革で貼って剥がしたもの全く剥がれなかったの、YouTube でもアップしてるし、Instagram などでもカチカチになったものを紹介してるんですけどね、これオイルレザーになるだけでこんだけね剥がれやすくなります。もう簡単に剥がれましたね。ほとんど力入れてないです。ではプライマーあり、あ、今どれくらい強かったかあんまり覚えてないですけども、プライマーありいきますね。あ、硬いですね。剥がれますけど、違いはありますね。これ簡単に剥がれたんですけど、これ床面がこんなに毛羽立つほどかなり硬かったですね。まあ倍ぐらいもしかしたらしっかりついているっていう感覚かもしれません。続いては銀面の貼り合わせ、足付けをしたところを貼っています。どうですかね、床面でもあんなに簡単に剥がれましたので、これもっと簡単に剥がれると思います。いきますね。あ、もう引っ張らなくても剥がれますね。もうこの2本の指で簡単に剥がれますね。やはり銀面しっかり足付けしてあってもオイルいっぱい含んでいる革だとね、こんだけ剥がれますね。
これはプライマー処理をしてあっても期待はできないですね。いきます。ちょっと硬いかもしれないですけど、そんなに変わらないですね。簡単に剥がれます。続いてヌメ側の銀面になります。プライマーなしからいきますね。これもしっかり足付けはしてありますのでね、オイルレザーほど油分はないですけども、それでもやはり銀面の貼り合わせ、オイルレザーよりかは、しっかり止まっています。だけど剥がれますね。まあ、剥がそうとしなければ剥がれない。縫い合わせたステッチからエッジの部分、ほんの3ミリとかね、2ミリとかそれぐらいの幅でくっついている部分、さらにエッジの部分にちゃんと小刃処理がしてあるっていう状態だったら、まあ、剥がれにくいかもしれないですけども、まあ、故意に剥がそうとしたら剥がれるレベルですね。こっちは故意に剥がそうとしなくても剥がれるレベルだと思います。ではこのプライマー処理をしたもの、銀面の貼り合わせ、ヌメ側ですね、いきます。あ、これ硬いですね。あ、これ結構硬いです。やはりヌメ側はプライマー処理、銀面してないと、まあ剥がれる、まあ故意にやらなければ剥がれないかもしれないですけども、プライマー処理をしてあるとね、やっぱり全然硬いですね。ということで結果的には、オイルレザーの床面同士の貼り合わせ、それからヌメ側、まあ、オイルレザーではないものの銀面の貼り合わせ、これに関してはプライマーの効果が結構あると思います。で、オイルレザー、まあ、オイルレザーの中でも特に油分がすごい多いものの、銀面同士の貼り合わせ、もうプライマーなしはもう全然くっついてないですね。プライマーありもちょっとはくっついてるかもしれないですけども、劇的に変わっているほどではないと思います。はい、続いてはこの今塗って貼ったばかりのオイルレザーの貼り合わせ、これもね剥がしていきたいと思うんですけども、作業をやっていてすぐに、その部分にまだ塗ってはいないけどテンションがかかるものってありますよね。例えば折り財布ハーフウォレットなんかは、アウターに対してインナーが一回り、横幅が短かったりしますよね。で、アウターとインナーを組み立てるときに、突っ張った状態でね、貼ることがあると思います。そういう時に接着不良を起こすと貼っている間にどんどん剥がれてきてしまうっていうことがありますので、まあ完全に剥がれなければいいんですけども、簡単に剥がれてしまうぐらいだと作業性がねちょっと悪いので、この段階でどれくらい違いが出るのか、ボンドがねまだ溶剤が抜けきっていない状態なので、まあ当然剥がれやすい状態です。まずは、この床面のプライマーなしいきますね。あ、結構硬いですね。先ほどよりもこの接着してある面が長いので、こうやって平らく引っ張ると、そこそこ力強く引っ張っても剥がれないですね。こんな感じ。では今度プライマーありいきますね。ちょっと硬いですね、やっぱ。ちょっとよりもうちょっと硬いです。そこそこ硬いですね。では銀面側いきますね。プライマーなしからいきます。これは簡単に剥がれると思いますね。もう普通に開いただけで剥がれそうですね。あ、これはもうすごい簡単に剥がれます。ではプライマーありいきますね。硬いですね。やっぱプライマー、まあ剥がれやす、当然床面に比べたら剥がれやすいですけども、プライマーなしに比べたらまあ剥がれにくいです。作業をやりながら剥がれてしまうレベルではないかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。私自身もこの強度の比較っていうのはね、今までやったことがなかったので、どれくらいの違いがあるかなっていうところはねとても気になりました。ノーテープのこの9820接着効果のとても高い、
塗りやすさもいい接着剤を使ってですね、このオイルレーザー用の P51 のプライマー処理をしたものの貼り合わせの比較、まあ結果から言うと確かに、ないよりかはプライマー処理をしてあるものの方が強いです。ものによっては圧倒的に強いっていうものもありました。まあ、今回は特にすごいくっつきにくいものなんですよね。これ普通にプライマー処理せずにもっと接着効果のこんなに高くないものを使ったとしたら、もうねやってるそばからどんどん剥がれてきてしまうようなレベルの革です。なのでまあこの極端な革で実験したことが、まあ、正解だったかって言われるとちょっと微妙ですけども、まあないよりかはあるプライマー処理をしたものの方が圧倒的に接着効果は高いものもありました、またそんなに差がないものもねありましたよね。この特にオイルレザーの銀面の貼り合わせ、時間が経ったものもそうでしたし、作業をやった直後のもの、ここら辺もまあ若干強い感じはしましたけども、とても劇的に強くなっているっていう感覚はなかったです。ただこういう素材を使わなければいけない時、またこういう銀面同士の貼り合わせ、接着不良を起こしやすいような、作業をする時にはプライマー処理を下処理としてやった方が、作業性というか後々のトラブル、それからまあねお客様が長くそのアイテムを愛用していただくことを考えるとやった方がいい処理かなと感じます。ちなみになんですけども、こちらヌメ革の床面の貼り合わせで、ノーテープの9820を使用して、プライマー処理はしていない状態です。で、これしっかりもう溶剤が抜けてね、時間が経ったものになります。ここの部分はもう乾いてない時に剥がしたものなんですけども、これ完全に乾いている状態なんですけども、これねこんな感じでね、ほんとね全然剥がれないです。こんな感じですね。このつまみがこれだけあっても剥がれないぐらいなので、つまみがないところなんかはねもう間違いなく剥がれないぐらい強いですね。なのでまあこういうねもう極端に特殊なものでなければこれぐらい強い接着効果なので、まあ、その点はねとてもおすすめができる。こう皮の方がね引っ張った感じで伸びちゃってますよね。それぐらい強く接着されます。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、それからいいなって思ったら高評価の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。